時一番吉野部は苦労したこと、勝てなくなるとやっぱりそれぞれが誰がどうなっていくのかってある程度見立ても立てなくちゃいけないんでね、その中でまあ岡本というのは1年って中で、長嶋さんが引退する時しびれたね、しびれたよ、なんかちょっとうるっとしたね、やっぱり。あ、まあ初めての僕らはね、その監督が変わるっていうのを目の前で見てるから、こうやってチームが変わるときってなんかそんなちょっと独特というか、引き渡すみたいな、もう俺も引き渡さされてないけどねなんかでもあったじゃん、あの壇上に佐原さんと2人で、俺からまた戻る時、戻る時か、あれそうか、読売ジャイアンツだと長嶋監督、堀内監督、原監督のもとで活躍されたプレーヤーと思うんですけども、やはり3名の監督から受けた影響というのは非常に大きかったですね。吉野部はどうなの？だって監督やってる人間だから、監督の像を例えば誰のイメージでやるとかあったの、うん、いや、それはないね。あ、本当、うん、難しいのは日本のプロ野球の特徴なのかな、どうしても監督が前面みたいなのがあるじゃない、うんうんうん、そうだね、まあ、特にその3人だから余計に、うんうん、それはそれで間違いじゃないと思うんだけども、やっぱり選手が出ていってくれないととはちょっと、ね、まあ、ずっと選手の立場がね、うん、選手だったから、うん、選手やってすぐ監督だから余計にそこは思った。だから逆にその監督像っていうのはあんまり意識しない方がいいのかなと思った。これよりも選手なんだ、うんうん、選手がそうやってバーッと出てってくれない、うん、これはなんか張り切りすぎてもいけないんじゃないかなとは思ったんだよね。なるほどね。まあじゃあ某俺の大先輩の監督みたいな感じかな。じゃあだから金本さんに言われたっすね韓国目指すぐらい何しがい何しがい金本さんよく言ったなみたいなまあまあ上の人にねそうだな。で、まあ、それはそれでね、原監督とかね、長嶋監督の影響を受けた方だと思うんで、それをね求める慣れてる部分というのはね、思ってはいたんだけどね、だからその監督像っていうのをこだわりすぎないようにっていうのがあったかな。まあ当然それぞれの監督の勉強だった部分ってたくさん当然あるんですよね。采配とかさ、吉野は全部決めてたなっていう。当然やっぱり、うん、例えばあのこのデーブさんと話した時に打順とかも全部任せっきりだったわけだけど、吉野さん打順は全部組んでた。あ、自分で。ただ正直ね、ピッチャーのことってのは、まあ、当然登板方とかいろいろあるじゃない、うん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 、そういうのは頼った部分は結構あったけど、うん、オーダー組んだとかメンバー決めるっていうことに関しては迷った時は聞いてたけど、基本最終判断は全部、はい、うん、きつくなかったでしょ、全部オーダーをなんか決めるっていう。もちろんその調子だったり、うんうん、そいつとの相性だったりとかも全部データ見てるでしょ。そうだね、だから、うん、そのある程度固定されてるとね、うん、そこはそんな考えなくていいところだったかもしれないけど、うんうん、なかなか固定できなかったから、うん、当然迷うところは数字にね、うん、頼りたくないところもあるんだけど、うん、迷ったらもうそこに行くしかないんだよね。確かにね、根拠が欲しいじゃない、うんうん、まあ当然その自分のよく言えば感、うん、悪くて思いつきになっちゃうんだけど、うん、そこにね、頼れたら多いないけどね、うん、あるかもしれないけど、うん、でもこちらも使ってる以上根拠が必要かなとは思うから、うん、そういう時にやっぱ数字しかな、うん、相性とかね、なっちゃうよね。あの時一番吉野部が苦労したこと、例えば人間関係なのかとか、まあ、野球がうまくいかないとか、自分がやってるんじゃなくて人がやんなくちゃいけないじゃん、その難しさとかっていうのは一番 何が難しかったの？当然勝てないことが一番苦しいから、うん、勝てなくなるとやっぱりそれぞれがやっぱ目的がちょっとなかなか整理できなくなってくるよね、うんうんうん、勝つことと自分の成績、プロ野球選手だから、うんうん、当然自分の成績もね、うん、めちゃくちゃ大事だから、ね、うん、だからここの両立という部分のバランスが崩れ出すんだよね。あ、もう自分のことさえっていうやつも出てくるわけね、やっぱり選手。でもそれを一概に否定しきれないわけじゃない、うん、成績がないと自分たちの生活がね、まあまあ、まあね、だからその好き勝手やり始めるわけじゃないんだけども、うんうん、同じ目標に向かわなくなるんですよ、うんうん、勝つことっていうところに向かわなくなるんで、勝つことっていうのが大事になるっていうのは難しいなと思うので、ね、うん、でもプロ野球選手だからやっぱそこの両立というのをやっぱりきっちりバランスよくやりなくちゃいけないよね、スポーツ、野球のスポーツ、ね、そうだね、まあ、チームのこともでもあるし自分のこともやらなくちゃいけないしっていうね、うんうん、特にベテランの人なんかそうなっていかないといけないっていう、まあ、中堅とかね。あの時でも吉村だってプレイングマネージャーとして言われたんでしょ、初め。言われてはいない。選択肢がなかったわけじゃないけど、うん、やっぱり目の前で僕はプレイングマネージャー2人見てるのよ、うん、谷繁さんと古田さん。あ、そうか。やっぱり両2人ともやっぱチームは勝てなかった、うんうんうん、そういう状況の中でやっぱり自分が選手として出てくるっていうところの難しさとかあったと思うのよ、うん、なるほどね。
代打とかっつってもいつ振ってたんだみたいな話になるんだろうしね。そうだね。だからあの2人ができなかったらちょっとさすがに僕もできないな、うん、若い時に吉野だってなんで 40?1、2?1、2、3 って1、2、3か、うん、あの若い時に監督ってどうなの。いやそこはねやっぱ難しかったよね、うん、その昨日までねこうやってね、うん、やってたのがさ、うん、違う僕が好きだから、うん、吉野さんって言われてたのは監督になったもんね。まあ、だからそこはでも求められてることというか、うん、仕事が変わるからある程度は変わんなくちゃいけないかなと思ったよね。なるほどね。線をバッと引いて、うん、しなくちゃいけないかなと思いつつも、例えばどうせ俺がこんなこと言ったらこういうことこんなこと言ってんだろうなって分かるもんな。だってそうだよね、去年までそういう風になってたんだもんね。そう、うん、確かにそうだよね。ロッカーにいて一緒にさ、うん、やってるんだから、うん、そうだよね確かにそうだね。それが監督になっちゃって、うん、吉野あんたやって言わないわけがないね、うん、そうだね。例えば久野がね変えられたらベンチでさロッカーでさスパイクさ投げたりして見てるからさ、選手ってこんなもんだからさ、みたいなさ。いや、それはね、そうだけど、でも吉野の時やんなかったよ、多分やんなかったよ。吉野もしくは監督だったら。やってたな。ちなみに、まあ、高橋由伸さん監督時代に岡本選手が、うん、帯同されてきたという部分があったと思うんですけど、育成っていう部分も非常に考える大きかったですか。いや、それは考えますよ。自分もね、チームね、ずっと選手として戦ってて。なんとなく自分なりのチームの現状を見るじゃない、うん、見てるわけじゃないですか、うん、当然ジャイアンツというのは常に勝たなくちゃいけない、勝つ中でやっぱり難しかったですけども、誰がどうなっていくのかってある見立ても立てなくちゃいけないんでね、うん、その中でまあ岡本というのは1年の中で、まあ、可能性を秘めた選手だなって言ったところでは、うん、そう簡単にねうまくパッパッパッといくわけじゃないんで、あの時、吉野部が秋のキャンプの時、僕がたまたま宮崎にプライベートで行って、キャンプに視察しに行ったんですよ。プライベートで、本当にプライベートで。で、吉野部ちょっと行くけど、いいなんつって。そしたらもうグラウンドにもうそのままね、来てって言って入れてくれたんですよ。で、あの時、ちょうど岡本が、特打かなんか打ってて、吉野部がちょうど後ろ行って、僕も後ろで見てたら、こいついいんだよなぁ、ほんとね、近々レギュラー取ると思うんだけど、でもレフトの方に大きい打球が打てないんだって、その時言ってたんですよ。で、なんかセンターから逆方向にはなんかいい打球が飛ぶんだけど、逆に引っ張ると打球がなんかラインドライブしてあんまりこう高く飛んでいかないみたいなことを言ってた。でも今考えたら、あの時いろいろ多分吉野がやったことがレフトの方に打てるようにもなってたのか、うん、まあ、だから、まあ、そこが本人が経験していく中でいろんなものをね、うん、まあ、当然練習もあったと思うし、まあ、ただ一番は結局自分がどうね取り入れて身につけるかの問題だから、うん、そこはでも本人ね能力があったってことですよ、ね、あと体が強いから、うん、そこが一番の要素。足なんて本当ゾウさんみたいな足してるもんね。すごいよね足首ねえしよ、すごいから本当いつもその時もうゾウみたいな足してるから見てみてバッて技量も上げてもらったら本当くらいぐらい足首がもうそのまま一体なんですよ本当もうめっちゃ太い足がすごい、ね、ガンダムの足みたいな知らないかな、みんなね、人は小川さんが来たり、まあ、新之助もいたりするんだけど、うん、本当に全てを持ち兼ね備えた強さを持つのは